6番目以降3ナンバーは36 TGRGTR コムテックリスト予想は荒川いい。2021 FIA4 ジャパニーズチャンピオンシップ第5戦をツインリンクモテイからお送りします。解説はおなじみの岡田秀樹さん、実況バスネ方でお送りします。岡田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。第3戦第4戦の鈴鹿大会が延期になったため、この第5戦がですね、今シーズン3レース目となります。岡田さん、ここまで2戦が行われましたが、どうご覧になってますでしょうか。そうですね、今年はやっぱり全くこう、マトヨタさん、ホンダさんの育成の子たちが、はい、なんかまあ、カップリオツ的な、ね、感じでシリーズを進めてるなっていう印象ですね。そうですよね、はい、その、まあ、メーカー系ドライバー、育成ドライバーですよね。そうですね、はいはい、ただ今回今日行われました午前中の予選では、なんとその間にですね、割って入ってといいますか、ポールポジションはその育成以外のドライバーがついたというのは大きいですよね。まあ、大きいというか、まあ、そうであってほしいなという思いもあるんですけどね、まあ、そういう中でこう切磋琢磨して、まあ、将来に向けてね、いいドライバーが出ていくというカテゴリーなので、はい、まあ、こういう形の方が、まあ、よりいいなというふうには思いますね。昨日このツインリンクモテキもですね、梅雨明け宣言が出まして、だいぶですね、この朝から厳しい暑さになっています。さあ、それではですね、2021FIA4 ジャパニーズチャンピオンシップ第5戦モテキスターティングリッドをご紹介してまいりましょう。さあ、自身初のポールポジションからです。4代目チャレンジドライバーの伊藤黎明、横にはロケットスタートモナカ聖太です。2列目イラテン木村より、横には大田格之進、3列目大型ルーキーの松沢亮介、横には TGRDC2 大抜擢の荒川凛です。4列目ヘルメットはドリキン主要清水英次郎、憧れはマイク・タイソン小出俊です。5列目兄は GD300 ドライバーの本島誠也、2019年モテギチャンピオンの岩沢優吾。6列目奥住自衛がいます。4年目の挑戦小川壮太。7列目ここには新原幸太郎がいて、カート界からの挑戦高橋治之です。8列目はプロのドライバーを目指して岡本大輝、カートからのステップアップ宮下玄斗。9列目箱車で活躍の藤原大輝、爽やかなルーキー古田哲平です。10列目インディペンデントのスピードスター鳥羽豊、ポールポジション。そしてスーパーフォーミュラライツマスターズクラス王者のドラゴン。11列目はカローラ新茨城花輪俊介、父はミカサロマックスサロです。12列目結婚の学校佐藤テルゲイビッチ、今年こそはチャンピオンに斉藤真希を。13列目メディアドゥのルーキー吉村渡る。そしてフォーミュラスーパーフォーミュラライツ、そしてフォーミュラリージョナルから今田信弘です。インディペンデント最年少のヒロモン。そしてその横には宮城県から佐々木雄一です。15列目進化する鉄人大阪八郎、ルーディースポーツから近藤義嗣。16列目ゴールドンザップ磯崎元彦、5つのカテゴリーに挑戦の大山正義。17列目アキランドレーシング藤井博光、そして最後尾から進撃のチャン中尾啓司となります。以上34台での決勝となります。岡田さん、どんどん気温が上がってる感がありますが。そうですね、うん、ちょっとまあ昨日も暑かったんですけどね、まあ、さらに今日は暑いなっていう感じですね。温度も上がってますよね。そうですよね、はい、そして前回の富士大会から実に2ヶ月ぶりの開催ということになりますが、はい、ここはどうでしょう。練習多くしてきた選手というのがですね、こう変わってくるのかなと。間違いなく、うん、まあ、テストだったりとか、まあね、走り込みだったりとか各社やってると思うので、まあ、その中で、まあ、なんか新しい発見があったりとかね、うん、して、いろいろ考えて持ち込んできてますから、はい、まあ、それがちょっと予選にも結果少しいろいろヒートバックされてる部分はありますよね、うん、はい、で今回のモテギ大会は1イベント3レース制ということ で、ね、はい、本日2回決勝レースがあるわけなんですよね、はい、なので、このレース1になります第5戦は、決勝中のベストラップ、この順位で、明日行われます、はい、レース3のスターティングリッドも決まる、はい、ということですよね、はい、だから意外にというか、うん、結構大事ですよ ね、 そうですね、リタイアとかすると、ね、はい、次のレースがしんどくなるので、まあ、そこもちょっと考えてやらなきゃいけないですよね。
はい、今回ポールポジションからスタート OTGDLF4 チャレンジ伊藤黎明ですが、どんなレースを見せてくれるのか。シグナルグリーンに変わりましてフォーメーションラップに動き出しました。さあそれでは岡田さん、はい、このツインリンクモテギの特徴ですね、説明いただきたいと思います。まずこちらが1コーナー2コーナーですね。まあ、基本的にはまあこのサーキットはあのストップアンドゴーのサーキットなので、まあまあ、最高速というか、まあ、高いスピードからフルブレーキングが多いんですよね。まあ、1コーナーはまあそんなでもないんですけど、はい、まあ、中速コーナーというかね、そんなにスピードは落ちないんですけども、今ここ3コーナーですね。コーナーはまあハードブレーキングから左に曲がっていく、それからスロットルで5コーナーに向けてアプローチでしょうね。はいはい、でまたここで3コーナー同様の、ハードブレーキングをしまして、はい、右ターン、それから130ヤードを向けて筋区間に入っていくっていう流れなんですけども、はい、この5コーナーで少しミスだったり接近戦バトルがあると、この先登っていく S 字の入り口で順位の変動みたいなのもありますよね。あんまりないですけどね、まれ、あ、に、まれにというかね、ないわけではないなというですね。はい、さあそしてこの先が S 字と V 字コーナー、テクニカルなセクションです。そうですね、割とスピードは乗る S 字なので、うん、まあ、カーバランスとかは結構重要ですよね。はい、それからまあ V 字コーナー、まあ、いわゆるヘアピンコーナーのちょっと緩い版ですよね。はい、でそこからまた右コーナーで、まあ、かなり速度はエアピンでかなり速度が落ちる。で結構ここの脱出が大事で、その後長い直線にバックストレートに入っていきますので、ここの立ち上がりはかなり重要。前でそこの、加速によってダウンヒルでのブレーキングで、順位変動が起きるっていうことですね。結構下ってきてるんですよね。そうですね、かなり あの下り勾配ですからね。はい、ここが一つオーバーテイクポイントともなります。はい、でセカンドアンダーブリッジを抜けてビクトリーコーナー。そうですね、ここも難しいコーナーなんですよね。そうですね、ちょっと進入速度と、まあ、出口に対しての、ね、加速っていうのは、まあ、そんなやっぱ簡単なコーナーじゃないですね。はい、ちょっと奥が深いコーナーですよね。さあこの黄色のマシーン、2017年から FIA4 のジャパニーズチャレンジといいまして、全日本のカートだとか、ね、スーパー FJ からこうステップアップをさせるですね、はい、そんなサポートプログラムが、あります。まあ、初代ですね、ここから、ステップアップをしていったのが菅波東吾選手。そうですね、今ね GT300 でも活躍してますよね。はい、そのまあ後輩に当たります4代目チャレンジドライバーの伊藤黎明になりますが、さあここからその先輩を追い越すためにもここで勝利をですね、どちらにしてもスタートから、1周目2周目大事ですよね。はい、そしてトヨタの育成ドライバーの野中聖太、もう一つ上のステップスーパーフォーミュラライツでも活躍をしていますからね、安定したレース運び見せてくれるかもしれません。2列目にはホンダの育成ドライバーです、 HFDP の木村伊織と大田角の新がいて、3列には目にはですね、このツインリンクモテギをよく知る松沢亮介と続いていきます。まあ、この辺りかなり楽しみな顔ぶれと言えると思います。そして後方ではインディペンデントカップ鳥羽豊、その横にはドラゴンがいますから、この直接対決も楽しみなところです。さあ後続のマシンもゆっくりとグリッドについていきます。2ヶ月のインターバル、どんなレースになっていくんでしょうか。自分の走りで未来を変えていけ、モータースポーツの甲子園 2021FIA4 ジャパニーズチャンピオンシップ第5戦、さあシグナルオールレッドからスタートしました。まずはスタート伊藤黎明、少し遅れたかな、動き出し野中聖太のが前で1コーナーに向かっていきます。そして野中聖太、まずはホールショット野中聖太が奪っていく、その後ろに落ちました伊藤黎明、さらにその後ろからは木村伊織、大高くの進も一気に迫ってくるというような、この後の3コーナーになっていきますが、木村伊織が並んでいくか、ただここでは並びかけない、なんとか伊藤黎明は2番手を守ってというところで、ここで木村伊織が少しこぼれましたね。そうですね、
コースオフとは言いませんが少し膨らんだところ、そこに大高久野進が一歩前進してきました。3番手、その後ろではこれは松沢亮介並んでインに入って、これポジションはキーなのかなというところですよね。さあまだ並んでいる130ヤードを抜けて S 字コーナー1つ目と入っていきます。さあ松沢ちょっと今外れたと言いますかね、グリップ外して膨らんだ、結婚戦になりそうですねこれね。はい、小出旬がポジションを上げました、はい、その後ろからは PGRDC の2人もいますからね、この辺りも混戦になりそうです。 V 字コーナーを立ち上がって野中聖太先頭にヘアピンコーナーへと向かっていきます。野中はこの後安定した走りで逃げていきたいところ。一方の伊藤黎明はスタートが心配したのではないと思うんですが、まあでもややミスですね。そうですか、はい、順位を落としてしまいました、はい、まあここからなんとか食らいついていってチャンス狙っていきたいところ。ダウンヒルストレート駆け下って、そしてセカンドアンダーブリッジビクトリーコーナー、まずは1周目ですね。野中聖太がトップで戻ってまいりました。野中選手ペースいいですよね。そうですね、1周目はオープニングラップから離すような、うん、うん、 そんな展開になっています。はい、コントロールラインを通過、2位か混戦ですね。伊藤黎明食らいついていく、大高久野進がその後ろについていって、さあその後ろではサクセスレーシングのイン側に抜いていった形になるんでしょうか。さあ中段あたりも本当にですね、ワンミスで順位が入れ替わる形になっています。さあ17号車もポジションを上げてきたような感じに見え、37号車か、上げてきたように見えました。さあ縦1列になりましたが熾烈な戦いです。13周の決勝レースです。まだまだ序盤です。岡田さん、これタイヤを少し温存みたいなことも考えなきゃいけないんでしょうか。いや、それは大丈夫ですね。はい、ガンガンプッシュでいけるということですね。はい、さてトップの野中聖太のペースいいですね。今シーズン第2戦富士スピードウェイで優勝を飾りまして、なんか一気にこう掴んだみたいな感じがありますよね。先ほどパドックで会った時も、まあ、2番グリッドからのスタート、ただ全くですね、こう負のオーラはなく自信すら感じ見えました、まあ、それがうまくスタートにはまってというところでポジションを上げています。まあ、この年代のドライバーは自信をつけると本当に変わりますよね。そうですね、でやっぱりこういうサーキットはやっぱり決して抜きやすいサーキットではないので、まあ、ポイントさえ抑えればね、多少スピードが落ちてもっていう、それからまああの序盤のまあタイヤのグリップ感、それから中盤のグリップ感、後半のグリップ感っていう、まあ大きく言うと3つぐらいな感じであるんですけど、まあその内圧含めてね、まあどこのに合わせてるかっていうのも結構出てくると思うので、このまま最後まで行くことはないかなっていう感じはしますけどね。野中が前半にいいとなると後半も落ちてくる可能性もあるということですよね。後半落ちてくる可能性もないわけではないので、はい、まあ、それはちょっと見てみないとっていうところですよね。わかりました、はい、さあこの週は野中聖太1分58秒889と2番手以降が59秒台なんですが、はい、やはりペース早いですね。そうですね、はい、スタートのリプレイです。まず動き出し、ここからのまず最初の伸びで野中聖太がもう横に並んで前に行きました。でその後ろ3番手争いも木村伊織がうまくアウト側からのラインになりましたが、3番手で立ち上がっていって、そして大高久野進がその後ろ続いていくような展開となりました。まあ、スタートが得意な野中聖太が動き出しからの加速綺麗に抜いていったというような形になりましたね。ちょっとだから伊藤選手かな、ちょっと若干ミスかもしれないですね。あ、そうですか、はい、まあ、それによって2番手に交代したという形になりました、うん、まあ、とにかく食らいついていくしかないですよね、はい。まあ、今シーズン3年目、もうチャンピオンにならなければならない、そんなですね課題があります野中聖太です。ただ開幕ラウンド富士の第2戦で、まあ、優勝してですね、まあ、ほっとしているところもありましたし、まあ、いろんなカテゴリーレースやってますしね、一つ上のステップスーパーフォーミュラライスでも表彰台に乗っていますし、
そのあたりはですね、自信をつけてのこの戦いになっているようです。さて2番手争い、伊藤黎明のすぐ後ろ迫ってきています。大高区のシンカーナンバー7、京都出身に2歳のライバーです。太田選手のちょっと良さそうなんですよね。そうですね、しっかり後ろにつけてるんでね。伊藤はどちらかというと、いやいや、後ろはやっぱり気にしてしなきゃいけないので、そうですね、追っかけたいけどもね、やっぱり後ろも気にしなきゃいけないっていうちょっと辛い立場ではありますね、はい、前を追いかけるというよりは後ろを見ながらの戦いになっています。そうですね、はいはい、さあ少しこの序盤苦しい、そんな伊藤黎明、そうすると野中選手はちょっと楽になってきちゃうんですね。そうなりますね、はい、ですから大高くのシーンの立場からすると早く抜いて前を追いかけたいという心境だと思います。ところがこのサーキットは簡単に抜けないっていうね、そういう難しさあるんですよね、はい、さあ野中はスイスイと逃げているような形、その後ろ2番手伊藤黎明、大高くのシーンはプッシュプッシュで来ています。そしてまあ序盤ですね、ポジションを落としました木村よりも4番手というところで、まあ、チャンスを伺っている、まずは前についていくような展開です。そうですね、今1周目ちょっとこぼれたのがね、痛いですよね。そうですね、はい、でそういったちょっとしたミスがなかなか取り返せないのが本的なんですね、はい、さあそしてホンダの育成ですが、小出俊がもう早くも5番手までポジション上げてきてるんですね、はい、8番手スタートでした、まあ、3台並んでるんだよね、3、4本とね、はい、そうなりますね。伊藤黎明が、まあ、ここは勢いを止めているような形になりますが、2番手争いが接近してくるんでしょうか。ヤフィンコーナーを立ち上がっていきます。上位勢となります。野中聖太もうこれだけ離れるとある程度自分の走り集中できそうですよね、うん、まあ、展開としては楽だと思いますね。さあ5番手に上がりました小出俊です。なかなかユニークな選手でして、そしていろんなマシーンカテゴリー器用に乗りこなす、そんな選手です。ワンパンチ届くような距離感まで行きたい。ただただ上位進出するにはですね、ライバルとなりますのは自分チームメートが前に戦ってということですね。さあそして5番手スタート、あ失礼、こちらはインディペンデントのトップですね、スピードスター鳥羽豊です。現在トップ、後ろにはカーナンバー11のヒロボンが続いているような展開ですが、まあ、鳥羽は開幕の富士はですね、昨シーズンのペナルティの累積で、はい、エントリーはしたんですけども、出場停止という形ですから、はいはい、この茂木大会からの参戦ということになりますよね。あ、そして最年少ドライバーです、インディペンデントカップの最年少ドライバーヒロコンです。ただここはかなりバトルを強いられていますから、逃げられてしまいますね。いや、これね、なかなか見応えがあるんですよね。そうですね、はい、バトルは、はい、まあ、鳥羽選手は昨シーズンはご自身のお友達にメンテナンスをしてもらって参戦してた、はい、そうなんですよね、はい、まあ、そんな中いきなり富士スピードウェイで勝っちゃうわけなんですけども、その後ちょっと苦戦をして、はい、今シーズンはヘルムモータースポーツにメンテナンス委託して、はい、カラーリングもそしてレーシングスーツもですね、まあ、体制新たに、友達にメンテナンス頼んで勝てちゃうっていうのはちょっとどうかと思いますけど、ね、いや、まあ、でもそれだけ早いんですよねはい、はい、車が、まあ、BMAX の車だったっていうのもあるかもしれませんね、はい、元が。さてトップの野中聖太です。いい形で後ろを離しています、うん、ちょっと今小康状態ですね、はい、そして2番手争いが4台のバトルになっています。伊藤黎明、大高のシーン、そして木村伊織、そして小出俊が少しずつこの前に追いついてきているような形になっています。太田選手もね、ちょっとぴったりくっつけなくなっているので、ちょっと若干ちょっと苦しそうなんですよね。苦しいわけではないですけど、ちょっと抜くにはちょっとスピードがちょっと流れる感じではなってきてますよね、さっきよりね、はい、ですから伊藤黎明はチラチラとミラーで後ろを見ながら、ね、ここから自分のペースで走れるといいですよね。もうこんだけ同じ状態で走ってると自分の車がどこが速いとか、はい、どこが追いつかれるみたいなのはもう把握できるんで、うん、まあ、それをまあ考えながら組み
たっていくと思うんですけどね。はい、伊藤黎明、昨シーズンですね、最終大会の富士で4位、そして最終戦で3位表彰台と、はい、上り調子にですね上げてきてるんですよね。で今回、まあ、練習初日はどうもイニシャルセッティングは良くなくて、はい、苦戦するのかなというふうに思ったらしいです。ただそこからアジャストした車がうまく決まって、練習そこでも上位につけれるようになったと、はい、である程度、今回の予選では想定していたタイムが出たということなんですよ。ただ他の選手が思ったほど上がらなかったため、まあ、ポールポジションということになったんですね。まあどこの集団で走るかとか、スリップストリームが、まあ、効かないわけではないでしょうから、うん、まあ、その辺のこうタイミングだったりとかでコンマ2とかね、はい、このくらいを変動しますから、まあ、それがうまくいった選手はまあ前に来るっていうのがありますね、はい、おっと飛び出した43号車あドラゴンだ、ドラゴンが飛び出しています。 S 字の一つ目立ち上がってというような場所ですがマシンを降ります。これはそのまま引っ張るローダー出ていくのかな、ね、なんかありましたかね、あったんでしょうかね、バトル中なのか単独なのか、まあ、かなり接近したバトルをしていたように見えましたから、あそうですね、ドラゴンがマシンを降ります。残念ですね、多分2番手3番手争いをしていたと思います。リプレイです。数字のあもうすでに横を向いた形で飛び出してきていますが、うん、まあ、バトル中、ね、バトルのいいところにいたので、ちょっとこの映像ではわからないですけど ね、 そうですね、接触があったかどうかはわからないですが、はい、さあ戦々離脱です。ドラゴンです、まあ、今おそらくあの区間はイエローになっているので、はい、まあ、ちょっと野中選手楽な展開かな、そしても、はい、さあ2番手争い接近をしている先頭ですが、ただ先ほどよりは離している感じがします、うん、今ね、ダブルイエローなので、はい、おっとスピンがありましたのは大阪八郎ですね、そうですね、はい、1コーナーですね、はい、1コーナーで止まっていますが、これは再スタートできますね、はい、戻りました、はい、さて上位争い V 字コーナーを立ち上がります。これは大高久野心は離されたくないですが、もちろんもちろん、うん、そうなんですけど、ちょっと序盤の感じで、伊藤選手を放追する感じはちょっと今ないから、そうですね、はい、逆にむしろ後ろの木村伊織の方がなんかペースありそうな雰囲気にも見えます。そうですね、ダウンヒルストレート、さあ2番手争いも膠着状態です。今度3番手争いですね、そうですね、2番手がこう逃げていくのであれば3番手争いということになってきますが、まあ、当然ですね、まあ、FIA 報道の場合はまあ車両が基本的に、ね、同じ性能、ね、はい、っていうことでやってるレースなんで、うん、まあ、そんなに、まあ、ストレートで簡単に受けたりことはないですからね、そういう意味ではまあこういう形のレースになりやすいっちゃなりやすいので、はい、まあ乗ってる方からするとミスをしないっていうのがね、うん、大前提ですから、はい、さあトップ野中誠太です。そしてこの辺りも接近戦、あそして2台並んできますが、ここは順位が入れ替わったでしょうか。ウォームテックの小川壮太が抜いた形ですが、元島誠也が苦戦しているような感じですかね。そうですね、本島順位落としてますもんね、はい、ただただ食らいついていきます。さあここはバトルが続いていますが、またここでクロスラインで前に行きますか。本島誠也2台に並んでいきます。130R、ただその先の S 字では小川の方がイン側ですが、これは引きました。いや、だいぶスライドして飛び込んでいく、そんな S 字の一つ目になっています。本島またポジションを戻しました。さあ、GT300 で活躍をする、モッサンコと本島優也選手の弟さんでしょうね、うん、はいはい、まあ、なかなかですね気合の入った、はい、正確走りをしてくれてます、うん、お兄さんも気合入ってますから、ね、そうですよね、はい、
さあバトルでもいいバトルを、ね、見せてくれています。なかなか、ね、性格も男前だと聞いたことがあります。さあこのバトルダウンヒルストレート、さあ小川壮太リング側行きますが、ここは小川の方が前。さあただ元島もどうでしょう、食らいついていきますが、これはちょっと難しいですね。はい、小川が前に行きました。ここもなんかノーガードで打ってくるなら打ってこいよみたいなね、そんな挑戦をするにも見えました。はい、バトル上等いいですね。さあそして1コーナーへと飛び込んでいきます。小川選手は、まあ、昨シーズンの後半では表彰台に常にいるような感じにも、ね、ありましたから、ちょっと、ね、やっぱこう、うん、いい時と、はい、あんまりちょっと調子が出ない時との差がちょっと大きい印象はありますよ ね。去年の茂木では2位表彰台2回ですよね、はい、ちょっと今回、ね、思うようにいってないんでしょうね。はい、さあ伊藤黎明です。これは小川選手はちょっと楽勝感ありますね。なりますか、はい、何もなければギャップも 3.8 秒はい広げています。少しずつ積んでいってますからね、まあ、一番いい感じですね。じりじりとこう話してる感じですよね。結構乗ってる側としてはね、これは結構冷静にやれるので、ちょっとこのままな感じかなって気がしますけどね。野中選手、はい、こういうふうにバトルをしていなければレース3に向けてベストラップ狙いっていうのもできるわけですよね。おそらくベストも出てると思いますけど ね。もうベストも確かに出ていますので、はい、もうやっぱりちょっと早いから、で、まあ、ちょっと F4 がどのくらい、ね、エアロー的に効くのかちょっとよく分かんないんですけども、まあ、やっぱりトップの車って、ね、基本的に綺麗な空気で走れるっていうのもありますので、はい、まあ、ベストラップは出やすい状況ではあるよね。さて膠着状態の2番手争いですが、まあ、等間隔にだんだんなってきているような感じもしますが、5台のマシンです。さあこの隊列の一番後ろに追いついてきましたのは荒川凛ということになりますね。荒川今シーズン、開幕戦で、まあ、予選で速さを見せたんですよね。ただペナルティによりましてスターティングリッドが、まあ、交代する形でそこからの追い上げというレースになりました。さあこのレースでもおそらくですね、想定していたグリッドよりもかなり後ろからのスタートになっただと思いますけどもね、頑張っています。さてこの辺りもバトル接近戦になっています。BJ レーシングとメディアドゥ影山のバトル、その後ろにサクセスレーシングというところで、これは15番手争いです。岡本大輝がいて、そして高橋、そして宮下玄人という3人のバトル。高橋は、まあ、カート界では有名人です。カートでベテラン、そして、まあ、チャンスを掴んでですね、この FIF4 にステップアップをしてきました。この BJ レーシングとメディアドゥのカラーリングがなんかパッと見て、ね、そうですね、今ずっと思ってたんですけど、はい、まあ、ちょっと違うんですけどね、はい、横からは違うんですけど、ね、前から見てなんか似た感じに見えますよね。そうですね。さあこの辺りも三つどもえの戦いです。宮下玄人も食らいついていきます。39号車です。宮下もカートからのステップアップですね。20歳のドライバーです。まあ、今ねやっぱカートからの、ね、選手多いので、そうですね、はい、さあ野中セーター1コーナーへと入っていきます。残り周回が3周となりました。ファーストストラップも4周目にマークしていますので、このまま、まあ普通にいけばですね、レース3ポールポジションからのスタートになりますよ ね、まあ、ですね、はい、で今もねやっぱコンマ3とか、コンマ4近くは常に早いので、もうちょっと楽勝感ありますね。そうですね、はい、完全に一皮向けたそんな野中セーターです。まあ、それで言うとちょっとね伊藤選手スタートを痛かったですね。そうですね、なんとか抑えたかったところだと思います、
どんどん離している。で伊藤もそうですね、まあ、ロングランが少し心配だって話もしてたので、まあ、でも、まあ、今は別にねそんな遅いわけではないんですけど、ちょっと別には大丈夫ですね、野中選手にはちょっと届いてないっていう、うん、あれでしょうね。おっと中尾啓司飛び出してしまいました、はい、中尾のおっちゃん、進撃のおっちゃん中尾啓司は完全にスタックしてしまいました。バトルやってたと思うんですよね、これは2コーナーですよね、1コーナーと2コーナーの間ですよね。そうですね、リプレイです。バトルをしてイン側飛び込んでいったところ、ね、うん、扉が閉まって、まあ、いや、まあよく見るシーンですけどね、当たったか当たってないかというようなところですね、はいはい、いや行き着いた場所がグラベルということで止まってしまいました。中尾啓司です。中尾さんはモテギとの相性悪いですね、そうですね。でこれでまたちょっと数周、まあ、あと3周なので、はい、あそこがイエロー区間になりますので、オーバーティングポイントの一つであります、はい、1コーナーで木端が出てる、結構空いちゃいましたね。いや大きく離しました野中聖太です。ビクトリーコーナーを立ち上がってきまして、コントロールラインを通過、ここから先が木端ダブル振動です。そしてこちらが伊藤黎明です。前方の野中聖太には5秒離されてしまいましたが、後ろのですね太田格之進に対して1秒のギャップを築いたので、多少一人で走りやすい状況なのかなという感じがします。これもちょっとね、これもスペンション壊れてるので、はい、サスペンション壊れてますね。ヘアピンコーナー立ち上がりで1台マシンがストップしました。どうやら接触があった影響なんだと思うんですが、はい、右のサスペンション壊れてますね。あ、そうですね、はい、あ、マシンおりますが、これは今田ですかね。リプレイあります。あ、ヘアピンコーナーでスピンをしていたマシンがいて、それに気づかずに入ってしまってスピンをして接触、これはちょっとダメですね。これはちょっとイエロー区間での接触なので、はい、その先でマシンを止めました、そうですね、痛いですね。さあこれでヘアピンコーナーも決まったということですね、はい、まあ、1コーナーはもう終わってますから、はい、1コーナーは解除となっていますか、はい、さてレース残り周回2周になりますが、残り周回2周のダウンヒルストレート、野中聖太が逃げています。まあ、昨シーズンは野中のチームメイトの平響が連勝でチャンピオンを掴んできましたよ ね、 そ, うですね、それを一番近いところで悔しい思いをして見ていたと思いますからね、今年爆発しています。さてこちらはインディペンデントカップのトップ鳥羽豊です。こちらは安定した速さ、そうです ね、 ね、はい、安定した走りを見せてくれていると思います。なんで去年ペナルティーとかいろんなとかちょっと覚えてないんですけど、はい、さてファイナルラップに入っています。まあ、速さがあっただけに、接触が多かったのかもしれませんけどもね、はい、さあ野中聖太昨シーズン悔しい思いをたくさんしてきた、そんな野中聖太ですが、その分をですね今シーズン爆発させようとしています。まあ、開幕戦はですね今シーズン3位表彰台、そして第2戦ですね無事で優勝を飾りました。これがキャリア初優勝ということになりました。この茂木優勝ということになると、もしかしたら今年は野中聖太が連勝という、そんなですねシナリオも描けるかもしれません。一方の2番手伊藤黎明はなんとか食らいついていきます、行きたいですが、荒川凛がこれでポジションを上げてきました。いつ上げてきたんだ今。そうですね、少しずつ上げてきて、はい、今隙あらばというところで飛び込みました。もうこの後ろにいたはずですからね。さあこの辺りも接近している。急に何これ。そうですね誰かのバトルで動きがあったら、そこでこう歪みといいますかね、ペースが落ちた選手がいたんだと思うんですよね。それで一気に来ましたね。何かきっかけがあったと思いますね、はい、さあこの辺り5番手争いあたりですかね、動きがありました。
さあ野中聖太、これでビクトリーコーナーへと入っていきます。さあ第2戦で優勝、そしてこの第5戦2連勝、もう後ろを大きく突き放して野中聖太今シーズン2連勝2勝目となりました。その後ろ伊藤黎明、ポールポジションからのスタート、まあスタートだけが課題という感じでしょうかね。その後はなんとか後ろを抑え込んでの2位フィニッシュです。大田区の審査員表彰台、割り込んできましたね。そうですね、トヨタ、はい、生の子たちがね。で4番手に荒川凛が最後粘り勝ちといいますかね、ポジションを上げてという形になりました。さあそして鳥羽豊、今ビクトリーコーナーを立ち上がってまいります。今シーズン、まあ、参戦がこの茂木からということになりまして、やはりこの選手その参戦、ね、初戦に強い男、優勝持っていきました。さあその後ろではですね、インディペンデントカップヒロボンが2位でチェッカー、斉藤真希夫が3位でチェッカーを受けています。ディフェンディングチャンピオンの佐藤セルゲイビッチは4位でチェッカーとなっています。さあ野中聖太勝ちました。今シーズン2勝目、第2戦の富士から2連勝になります。岡田さんどうでしょうか。そうですね、なんかこう強さ感はやっぱ出てきましたよね、うん、でもうレースも終始冷静だし、まあ、展開もいい展開にはなったと思いますけど、はい、あのなんかちょっとちょっとこうなんだろう、一回り大きくなった感じはありますよね、うん、そうですね、はい、パドックで見る立ち姿もですね、なんか一つ大きくなったような感じも、そうですね、はい、オーラが少し出てきてるなっていう感じがします。で、まあ、やっぱり そこをあの周りがちょっとじゃあそれでいいのかじゃなくてね、うん、あのやっぱりその野中選手を任す感じでなんか周りやってほしいなっていう思いはありますけどね、はい、はい、さあなんかいつも以上に手を振って観客に応えている、そんな野中聖太、いろいろ感じることもあるのかもしれません。2連勝、ここから連勝記録伸ばしていくんでしょうか。一回り大きくなったそんな野中聖太です。昨シーズンもその冷静な走りには定評がありました。まあ、昨シーズン特に苦しいバトルがあったからなのか、今シーズンそういった局面でもですね強さを見せます。まあ、今回は後ろを大きく離してというですね楽な展開だったのかもしれません。さあパルクフェルメにマシンを止めました。 TGRDC RS トムススピリット F4 ポイントランキングトップ野中聖太が2連勝です。小さくガッツポーズ、そして笑顔でグータッチ。まあ、今シーズンは、まあ、チャンピオンを取るのが、ね、命題ですから。そうですね、うん、はい、まあ、そんな中強さも見せました。インディペンデントカップ鳥羽豊が戻ってきました。ヘルメットもこうマシンに合わせて、ね、そうですね、カラーリングされています。うまく、ね、マッチしてますね。いや今シーズンこの鳥羽さんがヘルメで乗ったらなんかいっぱい勝ちそうな感じがするんですけどもね、はい、ねえ、いや本当にスピードセンスある方だと思います。あの非常に気さくな方で、はい、パドックに行きますといろんな話を、ね、はいはい、してくださいます。本当笑顔でレースを、ね、モータースポーツを楽しんでるんだなという感じがしますよね。さあ開幕戦は、まあ、出れなくてですね、こうもどかしかったと思いますけども、はい、3戦1戦目でまず1勝マークです。さて第5戦リザルトご覧いただきましょう。第5戦ツインリンクモテキ、優勝は野中聖太、今シーズン2連勝です。そして伊藤黎明は悔しい2位です。大田区の新が3位表彰台、なんとか表彰台に乗りました。4位には荒川凛、5位に木村伊織、清水英次郎が6位に入って、小出俊介は順位を落としましたね、7位でチェッカーです。
久住自衛が8位、小川聡太9位、そして岩沢優吾が10位でポイントを取っています。さあ以下ご覧のようになっています。インディペンデントカップのトップは堀場豊、今シーズンですね初優勝マークです。ヒロボンが2位表彰台、そして3位には斉藤真希夫が入っています。ディフェンディングチャンピオンの佐藤セルゲイビッチは4位でチェッカーということになっていますか。さあ岡田さん、振り返っていかがでしょうか。まあ、やっぱり野中選手が流れを持ってるなっていうレースでしたね。で、まあ、ちょっとこの気温でのレースはあんまり、ね経験がないと思うので、まあ、他の選手は今日のレースを振り返って、まあ次のレースに向けてねいろいろ調整してくると思うので、はい、まあ逆に野中選手を独走させないようにちょっとみんな頑張ってほしいなっていう感じがします。はい、はい、2021FIA4 ジャパニーズチャンピオンシップ第5戦は野中聖太が勝利しました。この後表彰式までご覧ください。それではただいまより 2021FIAF4 選手権第5戦表彰式を行います。今大会では新型コロナウイルス感染拡大防止策としてプレゼンターによるトロフィーの授与、シャンパンファイトは割愛をさせていただき、選手関係者はマスクを着用してソーシャルディスタンスに配慮して表彰式を行います。ご了承ください。なお表彰式をご覧いただく皆様もソーシャルディスタンスをご配慮くださいますようお願いいたします。それでは表彰に先立ちまして今シーズンの FIAF4 シリーズパートナーをご紹介いたします。大阪トヨペット株式会社広報宣伝グループ課長加藤義久様です。どうぞよろしくお願いいたします。加藤様にはこのまま表彰式にご参加いただきます。それでは初めにジェントルマンドライバーや女性ドライバーたちの健闘を称えるためスタートしましたインディペンデントカップの表彰を行います。
このインディペンデントカップは総合順位とは別にポイントが与えられ、年間ランキングを争うことになります。さあ、それでは早速入賞の3選手お呼びしていきましょう。 2021FIA F4 選手権第5戦インディペンデントカップ見事優勝で飾りましたのは、カーナンバー63ヘルムモータースポーツ F110 鳥羽豊選手、どうぞ。おめでとうございます。どうぞ中央一番高いところへお越しくださいませ。続いて第2位です、カーナンバー11ルーニースポーツアンダーレヒロボン選手、どうぞ。そして第3位カーナンバー96 CS マーケティングアキランド斉藤真希夫選手、どうぞ。おめでとうございます。それではまず入賞されました3選手にトロフィーが贈られます。皆様フォトセッションを行いますので、壇上のですねトロフィーを掲げていただいて、はい、お持ちいただいて高く掲げてフォトセッション行きたいと思います。ではフォトセッションお願いいたします。皆様どうぞ大きな拍手をお送りください。まずは加藤様にもお入りいただきまして、フォーショットでの写真撮影です。プレスの皆さんよろしいでしょうか。ありがとうございます。続いてドライバーのみのフォトセッションを行います。加藤様ありがとうございました。ではドライバーの皆さん、すいません、もう一度ですねカップを掲げていただいて、ドライバーの皆様のみでフォトセッション行きたいと思います。ではお願いいたします。どうぞ大きな拍手をお送りください。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。では皆さん一旦置いていただきまして、続いて特別賞に参ります。ご講演いただいております茂木町より山あいの清らかな水で丹精込めて育てられた棚田米が優勝されました鳥羽選手に贈られます。では鳥羽選手、足元のボードをお持ちいただきまして、はい、ではフォトセッション行きたいと思います。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。では改めましてポディウムの3選手ご紹介いたします。 2021FIA F4 選手権第5戦インディペンデントカップ見事優勝はカーナンバー63ヘルムモータースポーツ F110 鳥羽豊選手、おめでとうございます。大きなガッツポーズ。そして第2位です、カーナンバー11ルーニースポーツアンダーレヒロボン選手、おめでとうございます。第3位カーナンバー96 CS マーケティングアキランド斉藤真希夫選手、おめでとうございます。今一度3選手に大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。以上をもちまして 2021FIA F4 選手権第5戦インディペンデントカップ表彰式を終了させていただきます。この後は準備が整い次第総合順位の表彰です。しばらくお待ちください。ドライバーの皆さん、ボトルだけお持ちいただいてご講談ください。ありがとうございました。お待たせいたしました。続きまして 2021FIA F4 選手権第5戦総合順位の表彰式です。引き続き大阪トヨペット株式会社広報宣伝グループ課長加藤義久様にご参加いただきます。引き続きよろしくお願いいたします。さあ、それでは早速入賞の3選手お呼びしていきましょう。 2021FIA F4 選手権第5戦見事優勝で飾りましたのは、カーナンバー35 TGRDC-RS トムススピリット F4 野中聖太選手、どうぞ。どうぞ一番
中央の高い位置へお越しください。続いて第2位です、カーナンバー80 OTG DLF4 チャレンジ、伊藤黎明選手どうぞ。そして第3位、カーナンバー7 HFDP SRS、 こちらレーシング、大田格之進選手どうぞ。では初めに入賞されました3選手にトロフィーが贈られます。このままフォトセッションを行いたいと思いますので、ドライバーの皆さんトロフィーを掲げてください。加藤様にもお入りいただきまして、まずはフォーショットでの写真撮影いきたいと思います。高く掲げていただいて、ではフォトセッションお願いいたします。どうぞ大きな拍手をお送りください。プレスの皆様よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。続いてドライバーの皆様3名のみでのフォトセッション、今一度行きたいと思います。加藤様ありがとうございました。ではドライバーの皆さん、もう一度トロフィーを掲げていただいて、ではフォトセッション行きたいと思います。どうぞ大きな拍手今一度お願いいたします。お写真の方よろしいでしょうか。ありがとうございます。では皆さん一旦置いていただきまして、続いて特別賞に参ります。ご講演いただいております茂木町より、山あいの清らかな水で丹精込めて育てられた棚田米が優勝されました野中選手に贈られます。では野中選手、ボードをお持ちいただいて、今一度フォトセッションです。ではお願いいたします。どうぞ大きな拍手お送りください。はい、ありがとうございます。ではボードの方を置いていただきまして、では改めてポディウムの3選手ご紹介いたします。 2021FIAF4 選手権第5戦、見事優勝はカーナンバー35 TGRDCRS トムススピリット F4 野中聖太選手、おめでとうございます。そして第2位、カーナンバー80 OTG DLF4 チャレンジ、伊藤黎明選手、おめでとうございます。そして第3位、カーナンバー7 HFDP SRS、 こちらレーシング、大田格之進選手、おめでとうございます。どうぞ3選手に今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。以上をもちまして 2021FIAF4 選手権第5戦表彰式を終了させていただきます。ではドライバーの皆さん、ボトルだけお持ちいただいて、はい、ご講談をお願いいたします。ありがとうございました。